ということで始まりました、インスタントジョンソン杉のトト予想第15回です。イエイ。まずですね、じゃあ第14回を振り返ってみたいなと思います。戦績でございますが、13戦中7勝ということでございましてね、まあまあ半分というところでしたかね。まあ意外といい感じでいくんじゃないかなと思った前節なんですけども、まあなんでしょうね、バシッと外すとバシッと外しましたね。さあということでございまして、第15回の予想に行ってみましょう。第15回の予想でございます。こちらでございます。バンと出ておりますけども、ではこちらでございます。浦和対大宮、浦和ホームでの一戦でございます。はい。これはですね、ナビスコカップでございますけども、とうとうですね、予選ブロックの最終節となっております。混沌としておりますね。はい。A ブロックは清水がもう勝ち抜け決定しておりますが、2位争いが非常に、これは面白くなっております。はい。その中でもですね、この浦和も入っておりまして、勝ち点がですね今10と、この浦和がですね、これ勝てばですね、勝てば間違いなくいけるわけです。はい。で、相手が大宮なんですけども、はい。大宮埼玉ダービーですね。はい。ここが見どころなんですね。まあこれ一応僕勝ち引き分けなんですけどもね、浦和がね。これはどっちなんだと。はい。これね、浦和が勝てば間違いなくいけるんですけども、引き分けだと、まあその、相手チームによってはいけないみたいなところもあったりするんで、この辺がちょっとね、微妙っちゃ微妙なんですよね。ですでも最終節、この A ブロック予選最終節はガツンと来るのではないかなと思っておりまして、大宮も同じ埼玉では負けませんよという部分もあったりもするんで、実はこれ、大宮勝ちもあるんじゃないかななんて実は頭の中にもあったりするんですけども、一応まあ、こういう形にはさせていただこうかなと思っております。さあ、続いてはですね、新潟対大分、新潟ホームでの一戦でございます。はい、こちら引き分けにつけております。はい。で、新潟ホームですから、パッと新潟につけりゃいいんじゃないかなと思うんですけど、なんだか知らないですけど、ナビスコカップに関しては新潟があまり調子良くないです。はい。ホームでですね、勝ちもうまく取れてないという状況だったりもしますし、逆に、J リーグのレギュラーシーズンで10連敗している大分はですね、ナビスコカップに限っては負けがないと。これちょっと不思議なデータになってまして、ただですね、大分がですね、負けはないものの勝ちもないという、なぜか引き分けが全部というね、5試合中5引き分けっていう珍しい現象も起きたりするんですけども、6戦中こう6分けになる可能性もあるなんていう考え方もありつつの、これ引き分けと。何せまたウェズレー選手が戻ってきましたんで、得点力もアップしたという部分も、好材料ではあるんではないかなと。思っておりますんで、まあ新潟もホームですから負けやしねえんじゃねえかななんていうのも踏まえてのこの引き分けということでございます。さあ続いては岩田対広島、岩田ホームでの一戦、こちら広島引き分け、勝ちにつけております。はい、そうです。先ほど A ブロックの2位争いの争ってる浦和と争ってるのは広島なんですね。はい。まあ今暫定的に横浜マリノスが1位なんですけども、横浜マリノスはもう6試合全部終えておりますね。はい、この浦和と広島5試合で、これが最終の試合となっておりまして、実は浦和と広島が両方勝った場合は、この2チームが勝ち抜けと。ね。もし浦和が引き分けて、広島が負けたりとか、なんかそういったその、なんていうんですか、広島がまあ、引き分けて浦和が負ける、浦和引き分けて広島が負けるとなると、まあ引き分けた方がいくとか、まあちょっとね、このね、ごちゃごちゃしてるっちゃごちゃごちゃしてるんですね。はい。まあでも広島はですね、得失点差では、十分上回っておりますので、もし横並びになった場合には、まあ広島が上にグッと行くという感じになっておりますので、まあこれアウェーとはいえども、引き分けが絶対条件だったりする広島なので、まあこれは、固くいくのではないかなと。あまりこうギャンブルをしたような攻め方しないのではないかなと。まあ1点取ったらこれ守り切って逃げる、みたいなね。ことができれば広島はもう万々歳ではないのかなと思います。はい。さあ続いてはですね、こちらでございます。FC 東京対清水でございます。こちらもナビスコカップ、これは B グループですね。はい。 B ブロックの最終節になるんですが、これは FC 東京ホームでの一戦でございまして、FC 東京勝ち引き分けにつけておりますが、清水非常にこのナビスコカップで調子いいですし、そしてもう1位通過決めてます。はい。そういった部分ではもう安心感はちょっとあるのではないかなと思いまして、まあ
でもこれ FC 東京がですね、絶対勝たなくてはいけませんね。これはね、はい、これ絶対勝てば必ずいけるので、まあ、必ず勝ってくる、まあ、ホームでありますし、で、シリーズがこのもう通過を決めてるという部分、モチベーションはちょっと FC 東京の方が上なのではないかなと。はい、ただ1位通過を絶対してやるぞというそういう気持ちもあると思うので、まあ、最悪引き分けもあるのではないかなと。まあ、こういった部分ではですね、この4つの予想はですね、意外とビシッとくるのではないかなという自信もあったりしまして、まあこんな感じしております。そしてまあバラバラバラとあります。J2 の方もバババババと書いてあるんですけども、まあいつもあの困っちゃってるゾーン2枠あるんですけども、今回バシッと困っちゃってるゾーンがなく、こうもう、これはこういう感じではないかなという部分が非常にあったので、今回に限ってはこういう形にさせていただきました。ただ、わかんないゾーンが一つだけポコンとありまして、これがですね、なんでしょうね、この京都対柏。さあ、ということでございまして、これわかんないゾーンなんですけども、まあ、前回はあのこのバックスのドン、スミさんの一発つもの黒ひげ危機一発がドンと出まして、千葉を、支持して、なおもう千葉がピシッと勝ちましたね。はい、これやっぱ運があるんですね。スミ先生ですよ。これもエスパースミじゃない、スミ先生。なっておりまして、まあ良かったですね、スミさんを信じてと。ということで、今回も信じなきゃいけないと。黒ひげ危機一発ゲームイェーイ赤これ京都はい、じゃあ続いて、引き分け青、そして、柏が、みなみちゃんということでございまして、こういう感じで行こうかなと思っておりますんで、さあ、それでは、先生。わかりました。お願いしますよ、もう。いいっすか。ストップ。来ました、黒ひげ。こっち見てます。こういうことですね、じゃあね。さあ、じゃあ、まず行きましょうか。はい。はい、まずは、じゃあ、こちらの、じゃあ、これ、あの、赤、青、緑、もう、刺す順番も、はい、先生に決めてもらおうかな。ああ、先生。じゃあ、赤、赤行きますね。赤行きましょうか。じゃあ、まずはですね、京都、はい、京都ですね。京都ですね。じゃあ、まず上の段、下の段と。上の、はい。もう、そこでいいですね。どうですか？その、そこですね。はい。まだ一発も、これ、引いたらすごいっすよ。そうですよね。これ引いたマジすごいな、うん、どうだろう、この気になる一発目、はい、おー怖い、さすがにないか、ねえ、さすがにないか。さあ、じゃあ続いては、じゃあ青、青で、じゃあこれこの順番でいきましょう。はい、勝ち、引き分け、負けと。あ、はいはいはい、じゃあ回しましょうか。回しましょうか、ね、はい、あ、そこですね、おの下ですね、ここ、はい、ここですね、ここですね。まさか2発目の2発目で来るか、せーの、おーおー、怖っ。さあ、上の段、下の段、あ、じゃあその間、はい、間ぐらいの上の段に、あ、そうか、ここですか、そこ、あ、そこの、もう一個奥か、はい、はいはい、わかりました。もうさすがにないね、これはでも、ここまで来るとね、どんどん行くんですよ、これは。はい。じゃあ、続いてこちら、はいはい、そう、もうちょっと回してね、はい、あ、その後ろです、あ、後ろ、はい、こう、はいはい、お、これ、はい、いきますよ、はい、まだ来ないでしょ、まだ。あということでね、はい、はい、京都対柏、これは、赤が出ましたので、京都の勝ち。さあ、この1600円で1等が取れるかどうかみたいなところがあったりするんで、今のところまだ2等しか取れてないんだ、あともう1歩です。もう一歩が難しかったりするんですけども、まあ諦めないように頑張りましょう。そして最後に一言、ワールドカップ出場おめでとうございます。日本世界最速ですね、はい。ということで、インスタントジョンソン3のトット予想第15回でした。日本おめでとう。